休学したらしいじゃないですか。え、大学卒業諦めるんですか。成績どれくらい。成績悪かったら終わりやな。これからでもどうしていくんですか。いろんな人と絡んで。どうで始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回はですね、はい、バンスホークです。はい、はい、そしてバーハマホークです。嘘。もうやってないの、あのキューローみたいな。やりましょうか。キューロー、甘いです。はい、やってたやつだ。はい、ということですが、なんかお揃いの服みたいになっちゃってるけどな。久しぶりに。いや、久しぶりです。久しぶりです。2年ぶりぐらい。そう、はい、まあ彼は受験生ですし。そうですね。はい、ちょっと休学したらしいじゃないですか。そうなんですよ。お、休学して、で、これ多分初出し情報ですけど、今東京に住んでて。知ってた。知ってた。そんな大した情報じゃないですけど。あら、え、大学卒業諦めるってことですか。いやいや、単位は、はい、あと卒論だけなんですね。あ、なるほど。で、まあでも卒論諦めたわけじゃないんですけど、休学4年できるし。なるほど。そんなに。留年も4年できるし。そんなに。8年かけて卒論書こうかなみたいな。そう。じゃあ YouTuber としてってことですか。今は YouTuber です。はあ、完全に阪大生でしたっけ。全然違います。あれ、阪大じゃなかった。全然違いますよ。阪大はそもそも受けてないです。そう、阪大受けずに神戸大に落ちて、はい、まあ、後期で滋賀大学という。そう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 、なんですよ。え、もう4年で初めて留年ってことが、まあ、休学。あ、そうですね。留年は してないですね。だから休学、今 1.5 年休学してるのかな。ああ、なるほど。成績どれぐらい。おお、ちょっと聞こうかな。休学前ですよね。そうですね。卒論除いた単位は全部取ってるんで。そう、全部取ってる。そう、意外とまあね、ちゃんとしてたから、うん、まあ浪人時代はふざけた配信とかしてたけど。してたけど、入ってからはね、第二志望っていうか第一志望じゃないのよ、ね、うん、こんなところで成績悪かったら終わりやと。尖ってますね。あんだけ YouTube 忙しい中。あ、確かに確かに、もうほんまに意地で。成績どんな感じなんですか。あ、ゼミ抜いて118単位ぐらい。ほうほうほう、うん、116か、うん、は取って、まあ、累計だと多分3ぐらい、GPA。 あ、 GPA3、 4分の3なんで、すごい。多分そんな悪くはないはずで、うん、いいと思いますね、結構。全然全然。え、もっと良くなかったんですか。僕 2.9 ですね。あ、あんま変わんない。あんま変わんない。どんな科目取ったの。ああ、もう落胆ばっかり。落胆ばっかり。こっちが落胆。先生も落胆。まあ、経済学部の企業経営学科っていうところにいたんで、うんうん、いたんでって卒業してないからまだ。いや、もうでも1年休学しちゃうともう学生感なくなっちゃいますね。もう YouTuber の感覚。もう大学生とは思えないです、自分のこと。うん、絶対そうですよ。でも 2,3 年するとまた戻りたくなっちゃうんですよ。あ、そうね。今大学に戻りたくなっちゃったんだから。ああ、そういう気持ちになる。まあ、語学普通に英語とって他はどんなんですか。あ、第二言語ですか。はい、は中国語でしたね。あ、中国語だったんだ。中国語は余裕でしたね。あ、余裕で。全然言語系は結構90点超えてたんで。あ、じゃあもう A とか B とかなんですか。滋賀大は SHIGA みたいなやつです。あ、あるんですけど、あるんか。あの、いや、でもアルファベットじゃなくて、週、有、量、か。ああ、はいはい、言ってましたね。だから、週、有、量、か。そうですね、言語は週でしたね。お、自分も、その時中国語喋れるんですか。いや、全然喋れない。全然喋れない。我家有三口人，我是早稻田大学学生。早稲田大学の。はい。ちょっとそう、無視していただいて。そうですけど。いや、もう早稲田大学生じゃないし。それしか知らないです。そうですよ。実は何年もやってるんで、中国語。え、他、どんなのと。もう本当に出席したら単位もらえるやつとかも取ってましたし、うん、覚えてないですね。覚えてない。なんか本当に友達に全頼みして取った科目とかもあるんで、カンニングはしてないです。カンニングはしてない。もちろん、うん、ちゃんと取りましたけど、レポートが多いです。あ、文系は。しかもコロナ禍だったし。あ、そう。だからオンラインなんで GPA 高いんですよ。ああ。滋賀大ってどうなんですか。例えば慶応だと人文社会科学系自然科学系で何単位とかって決まってるんですけど、うん、そういうルールはあるんですか。一応あります。なんか専門科目で何単位、うん、一般教養で何単位、うんうん、めっちゃざっくりですけど。お、専門は何になるの。企業経営学科のマネジメント類型。マネジメント類型。おお、難しそう。企業経営学科は大体マネジメント類型みたいなこうあって、うん、はいはいはい、でも本当に単位の取り方によってどれにでもなれるんで別に。あ、そうなんだ。結構ゆるゆるではあります。じゃ具体的に専門でこれを勉強したみたいなのは。まあ、うんって経営でしょうね。経営を経営者経営してるわけじゃないですか。
経営、まあ法人化はしてないけど、うん、してないの？もうした方がいいでしょ、どうか。いや、もうこれからでもどうしていくんですか、こんないろんな人と絡んで、あ、闇のチャンネルになってそうですねそれが結構決めれてなくて、うん、だから今後どうしていくのかで結構悩む時は多いですね、うん、絶対そうだと思う。だってバカンとさ跳ねてもさ、うん、それが続くわけじゃないじゃないですか、うん、YouTube って、うん、そうなんですね、波がどうしても襲ってくるん で、うん、で特にいわゆるゲスト頼みなとこがあるわけじゃないですかうちと似てるのはそこなんですけどありがとうございます。ゲスト頼みでゲストでいい人が来続ければねダーンっていけるかもしれないですけど、ね、奇人変人どこで止まるか分かんないですから、人も有限ですからね。そう、そうなんだよね。出たいって来る？あ、そういうこともありますね、うんうんうん、で自分から行ったりするの？あ、全然全然、あ、もちろん出てくださいって。あ、もちろんもちろん。え、意外ですか？いや意外じゃないけど、だからもうこのレベルまで行ったら別にしなくても、いや勝手に来んじゃないかなと思った。全然そんなことない。そうなんだ。全然全然、あの来ていただいたらありがたいので募集してます。なんかさ、だからフォームとか作っときゃいいんじゃないの？あ、そうだ、それ言われたんですよね、うん、Google フォーム。絶対そうだと思う。そう、フォーム作っといて向こうから来るようにしときゃ勝手にドドドド来ると思うんだけどな、うんうん、作りますかいや確かに、だって最近 DM を送れなくなったりとか。あ、そう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 、うん、DM 送れないじゃん、うん、今って。一応僕は開けたんですけど、認証あの送れるようにはしたんですけど、うん、Twitter ブルーですかね。そうそうそう、うん、そう、だからフォームはやっぱりあった方がいいですね。うん、また難しいよね、闇系のチャンネルでどういう企業案件組んだって話だからねあ、でも案件は受けたことないんですよ。受けてないじゃん、うん、はい、あのでもさ、トーク中に全然案件を入れられるからさ、あ、うん、入ることは可能だけど、はい、でも闇系のチャンネルは難しいっていうのはあるかもしれないし、ね、なるほど。ないんですよ、野望。それが、うん、だってもうドバイに行けるぐらいのお金あるんだからいやいや、まあまあ、一人おごって行けるくらい。そうそう、一人おごってドバイ行けるぐらい。いや、まあ、あれはガシさんに会えるなら安いものやということで、うん、でもいや野望ない。最近ちょっとやばいですね。やばい、悩むことも多くなったんで。あ、前まではそれこそマイノリティを救うんだみたいな感じじゃなかったですか？あ、そうです、それもありますね、うん、ざっくりはあるんですけど、うん、野望って言われるとそこまで熱い何かを持ってるっていうのは、うんうん、いつも編集ばっかしてる生活でしょ。多分それがでかいかもしれないです。なんか、うん、他に考える余裕がなくなっちゃって、うん、あ、分かるよ。編集に追われる生活っていうのは、うん、もう大変っていうのはもうよく分かってますね、うん、あ、はい、ご自身でやられてるんですか？自分でやってるから。あ、そか、あ、もう即取って即出しみたいな感じですね。本当そうなんで、やっぱしっかり野望とかはねないとダメだなとは思ってます、うん、続けるのってマジで大変だから。そう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 、どこかでプツンと切れちゃったら大変だと思うんで、今年の目標は、じゃあ今年のってもう半分過ぎたけど今年の目標か。うわ、今年の目標あと4ヶ月ぐらい、うん、あと4ヶ月ぐらい、これ目指しますバンカラジオみたいにね、目指します、これ目指しますみたいな。バンカラジオなんて言ってましたっけ？バンカラジオなんか100万人目指しますみたいなとか。ああ、言ってたんですね。そうそう、言ってたもんね。なんか夏休み90万人突破しますって感じだった。そう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 、そういうのとか。でもめっちゃ現実的なこと言うと25万人とかしかない登録者数ね。登録者数わかんないよね、何が。まあショート動画の時代だし、もうわかんないよ。ショート動画でバンカラジオぶち抜きましょうコント、コント、コント。そう、いわゆる登録されにくい。ああ、そうそうそう、ね。いや、だからさっき25万とか言いましたけど、うん、もうあと3万人とかなんで。いや、そうですね。登録者はね、増えにくいチャンネルではあります。そうそうそう、そう、ね、まあ。日本ってただでさえ登録されにくく解除されやすいっていう属性を持ってるので、日本人って。うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、うん、その属性があるから、海外の人もすぐに。あ、確かに確かに確かに。ここがね、不利だっていうのは YouTube も研究してますから。そこは最近休まれてました？あ、まあ数日ですけどね。数日で日本は特に子供見るじゃないですか、ここ、はいはいはい、子供は登録しにくくて解除しやすいんで。ああ、登録してくださいって言っても登録しない、大人の方がしてくれます、うん、登録してください。ああ、まあまあそうです。え、大人どれぐらいの割合見てる？大人って何歳ぐらいから？あ、まあ大人難しい、ね、大学生ぐらいですかね。25からのやつを。24までと25以上が半々とかじゃないですか。ああ、半々なんだ、うん、なるほどね。で、子供はほぼいないです。ああ、すごい下ってことね。そうそう、うん、一番下の層はほぼいないです。10代その20代の人たちが登録してって嫌だよってなるタイプの。あ、そうなんですか。だからうちのチャンネルでプレミア公開とかやって高評価をしたって言ったらいいえの方がブワーンって伸びます
なるほど。で、だユーテラの授業チャンネルね、授業チャンネルの方で高評価をしただと、もうハイの方がバーンってなる。あで、これが視聴者層が大人か子供かっていう、授業のチャンネルで大人の方が見てるんで、あ、そうそうそう、圧倒的に大人の方が多い。高評価とか幼ねー、あ、そうですよね、幼ねー方がかっこいいみたいになってる子供相手だとやりづらいところがあるとか、すごいちっちゃい子だと逆に楽じゃないですか、うん、高評価、それこそね、バンカラジオとか見てたら、ね、小さい子、うん、小さい子向けで、ちゃんとやっぱりなんかいいのをしますもん、ね、そうです、中高生が一番ひねくれもん、うん、確かバットとかめっちゃ少ない気がします、バンカラジオ。そう、じゃあ成績は良かったということで、まあぼちぼちじゃないですかまあ一応このグラフでは割と上位にはいましたけど、うん、はい、あ、そうなんですね、どんぐらいですかね、まあ、まあ一応上位の半分にはいたんで、うんうん、すごい。じゃあこれからどうか、じゃあいつあの退学しますみたいな動画出るそうですね、退学か、卒論だけで退学って卒論だけで退学で、あの堂々とでかい声で俺退学するんだって風味みたいにやってください滋賀大学で、滋賀大学で俺退学するんや、東大目指すんやまあいつかするかもしれない、ちょっとね、まあ、浜井さんも頑張って東大を受けるということで、はい、まあやるからにはですね、やっぱり絶対合格という気概で頑張ります。じゃあこれから休浪して合格しますんで、いやいやいや18浪してしまうじゃないですか一人の高校生生まれる高校卒業しちゃう、はい、じゃあ今回ともほぼ言うてくれました、ありがとうございました、ありがとうございました。